こんにちは、高橋愛です。じゃあバッグの中身を紹介していきたいと思います。まずはじゃん、これはスターバックスのタンブラー。この細さがいいんですよね。こうスポット入るのですごく使っています。なんか中に入ってるのは私がね最近ハマっているこのルイボスティーなんですけど、オーガニックでちょっとねキャラメルのフレーバー、なんかこう甘ったるくなくって、ベースはルイボスティーなので体にいいと思ってこれは飲んでます。これは iPad mini なんですけど、例えば洋服を作るときに、例えばこういうのでこういうボーダーとかどうですかとか、そういうところにも使えたりするので、これでインスタグラムアップしたりとか、何でもかんでもこの子を使ってるので、どこ行くんでもお家の中で一緒になんか移動してますね。こっちのガジェットも大好きなんですけど、手帳、日記をつけるのにハマってて、なんか書くことにハマっちゃって、なんかこう今日は会ったこととかで、こっちはゲッターズ飯田さんの手帳なんですけど、今日の運勢とかも書いてあるんですね。私は金のイルカの人なんですけど、星マークがついてる時に買い物をするといいっていうので、割とこう大きい買い物とかする時は星今月あるかなみたいな感じでこうチェックして、出かけたりとか、星だったから今日は伊勢丹行くとか次はですね、これはねセリーヌさんのバッグを買った時についてきたポーチなんですけど、しっかりしてて、なんかこうお母さんにそのバッグ譲っちゃったんですけど、だけどこれだけはちょっと私が使わせてって言って使ってるんですけど、ガバって開くんですよ。すごいなんか入れやすくて、でこれに入ってるのがさっきのルイボスティーとハーブティーかな、あとはこれね、マルジェラの香水なんですけど、レイジーサンデーモーニングっていう香水で、なんかとにかくね大好きで、この香りがなんか朝って感じ、すっきりして、なんかあーもう晴れた日におはようみたいな感じ、毎日まとっていたい香りに出会えてよかったなっていうので、持ち運ぶサイズを買いました。そしてこれね大好きなポテテのねクリップなんですけど、すごいハマってて2つここにつけるんですよ。メイクしてる時も使えるし、あとは出かける時もつけたまま出かけられるし、ちょっとぐちゃってなってる時にこれでちょっとまとめればなんとなくこう見栄えが良くなるので、この子はすごい重宝しています。あとは同じポテテのこれですね、ピン。なんか髪の毛短いんで、今もうなんかこれだけで成り立つっていうのがあって、2つずつっていうのはマストで持ち歩いてるんですけど、であとはこれアロマパシーさんと一緒にコラボレーションさせてもらったオイルですね。これはロールオンタイプになっていて、この絵は私の妹が描いてます。これは結構こうすっきりとした柑橘系の香りなんですけど、香りを嗅いだりとか、ここコロ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 したりとか、ちょっとマッサージをここねしたりとかして癒されてます。これいきますね。はい、お財布なんですけど、河北麻友子ちゃんがこういう風に持ち歩いてるっていう情報をインスタグラムかなんかで見て、あ、なるほど、そうすればお財布汚れないじゃんと思って真似してからずっとハマっているんですけど、こういう風に買った時の巾着に財布を入れて持ち歩くっていうことやってます。これはボッテガの財布なんですけど、可愛くて一目惚れして、ちっちゃい財布をずっと使ってたんですけど、なんかこう長財布を使いたいなと思って急に思い立って、星マークの日に伊勢丹で買いましたあとは晴れてる日が多くなってきたので、ちょっとサングラスを持ち運ぶようにしています。これは最近動画で買ったサングラスです。これね、インスタに載せた時にちょっと怖いよ愛ちゃんっていうコメントもあったんですけど、気にせずに気に入ってるのでつけてます。これはねケースは全く別のものなんですけど、うちにあったやつで入れて使ってます。そしてあ、そう、このペンがね、これね 0.38 のフリクションなんですけど、めちゃめちゃ書きやすくて、しかもすごいあるんですよ、カラーバリエーションが。で茶色が好きなので茶色をでこう手帳に書いたりとか、これフリクションってやっぱ消せるからいいんですよね。なのでこれは必需品です。携帯ですね、これもボッテガの、はい、こっちもクリーン、でこっちもグリーン、緑にはまってるみたいですね今。でここについてるのが
名探偵コナンの新一です。これはね、映画見に行った時にたまたま新一が当たったので嬉しかったですっていうのでここにつけてます。あとね、これシュシュなんですけど、すごい変わってて、まさかの四角だったの。こんな四角いあのシュシュ見たことあります？めっちゃ可愛いじゃんと思ってつけたらもっと可愛かったんですよ。リボンみたいなの。あ、これ買ってよかったなって思った、あの意図してなかった可愛かったシュシュです。これは除菌スプレーですね。これがボール&ジョーのミラーですね。これなんか多分限定かな。すごい可愛くてリッチだなと思って持ってるだけテンションが上がるミラーです。はい、これはイソップのハンドクリームですね。とにかくね、すごい乾燥するタイプなので、ちょっとカサ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 してきちゃったなと思うと、この子でくるくるする時もあるんですけど、プラスアルファでハンドクリームを使ってます。そしてこれはトランキスというところの CBD を配合したリップオイルになってます。つけてみたらすっごいサラサラなんですよね。だからマスクをしてたとしてもリップをつけて出かけるってことをよくしてます。そしてこれね、すごい最近妹が作ってくれた AirPods なんですけど、 AirPods のケースを妹がデコレーションしてくれて、携帯ケースとかも妹作ってるんですけど、はい、それで愛ちゃんを持って作ったよって言って作ってくれました。でこっちはね、 AirPods 持ってるんですけど、なんか YouTube の編集してる時って iPhone 触って iPad 触ってってすっごいごちゃごちゃするんですよ。で AirPods だと接続を変えなきゃいけないんですね。ってなるとすごい時間がかかるの で iPad にはこっち編集とかいっぱいしてるんで、カフェ行ってこうやってやってる人がいたら私です。あとはね、鍵だったりとか、鍵とかはね、鍵にはね、いろんなものがついてるんですけど、デンタルフロス面白いなと思ってヨルダで売ってたので買いました。あとはなんか美容室の 10% のカード出てきた。このバッグは私のお友達のヨッピーが作ってるブランドのリトルサニーバイトっていうブランドのものなんですけど、なんて可愛いバッグなんだろうと思って一目惚れして買ったバッグです。こう雨降ってても全然大丈夫だし、割と何の格好でも合うので、あとねめっちゃ入るんですよ物が。これ見たら分かる通りすごい入ったりとかなので結構使ってます。はい、というわけでバッグの中身の紹介でした。ボーグジャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。というわけで高橋愛でした。バイバイ。またね。